どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日ですね、パズドラ公式要素の影響でパズドラのキャラめちゃめちゃ強化されたんですが、その中で一体だけやべえキャラが入ってるんですよね。今日はこのキャラ使っていこうと思います。今日使うのは超転生ラファエルですね。このキャラは7コンボ強化3つに4色攻撃強化2つ持つと。でこれどんぐらいやばいかっていうと、倍率がまず8倍に加えて4色攻撃強化2つなんで 12.25 倍なんですね。つまり98倍の攻撃力倍率を持ってます。しかも多色よりのキャラで副属性も持っているので、種属性副属性ともに火力が出せると。何がやばいって、このキャラこれ見てほしいんですけど、ガードベルあるんですよね。これガードベルあるってことは、まあ、それこそ防御力貫通して殴れるんで42億ダメージ直で入るんですよね。例えば15億防御があるキャラにも42億直で入るんで、めちゃめちゃ強いんですよね。なので火力でもガードベルでも強い、とんでもねえキャララファエル使っていこうと思います。はい、まあ、この時点で結構やばいの分かると思うんですけど、スキルもね、ダメージ無効貫通に HP 回復持ってますと。まあ、HP 回復はいらないとはいえども、ダメージ無効持ってるんで、まあ、それこそボスの発狂台とかにも使えますと。リーダースキルは落ち込んなし4色消しで半減攻撃4倍、パズル後残りドロップ数5回で攻撃力10倍と。別にリーダースキル強いわけじゃないですが、サブ性能かなりやばいと思うんで、今日はラファエルね、使っていこうと思います。使うパーティーはこんな感じです。はい、リーダーがセシリアですね。こちら普通に76リーダーとして利用していきます。で武器はメニットつけてあげてます。これでまあスキブにね、 HP に回復出すって感じで、まああとダメージ吸収無効、属性吸収無効、ダメージ無効貫通持ってて、今回の編成無効貫めっちゃ弱いんで、メニットを吸収無効、属性吸収無効プラス無効貫武器で使っていきます。で、ラファエルがルドラ継承。これダメージ無効貫強いんで使って、ボスは発狂台でダメージ無効で使っていきます。フェリアルはスキブプラスつけてリナインバース継承です。まあ、創作耐性プラスヘイス要因ですね。使っていきます。そして、トードですね。上限解放つけてあげて、ファガン継承です。雲耐性とスキブです。そして、マリエルですね。マリエルはこちら、アキネ装備継承。で、マリエルが大一武器継承って感じになってます。まあ、今日はこの編成使ってね、100か3で遊んでいこうと思います。はい。多分、ラファエルが一生無双してくれると思うんで、これで遊んでいきましょう。まずは1階層からやっていきます。今回の編成はもうとにかくマリエルエンハンスの力使ってぶん殴っていく感じの編成になってます。はい、じゃあ一旦リナインバース打ってあげてマリエル打っていきましょう。さらに東堂変身していきます。東堂変身っていうか東堂でリダチェンしていきます。はい、であとはもうここからぶん殴っていきましょう。一応6階層に関してはセシリアが持ってますね。まあ別にする必要はないですが、一応しておきましょう。はい、じゃあ一回火力出してみますね。はい、こんな感じで光2セット組んでいきます。さあこれでラファエルの火力がどんぐらい出るか。16、17、18、知ってた。種属性42億副属性21億です。やばくねこいつ、火力枠で。結構火力要因ガチ化け物だと思うんですけどね。かなり個人的な期待値は高め。普通にスキルも一緒だしね。でここダメージ無効貫通いきます。はい、まあ、マリエル自体もね、普通にエンハンス3倍ループがあって、めちゃめちゃ優秀なキャラなんだけど、まあ、まさにそれとも噛み合うしね。多色のサブ要因として、火力枠が欲しい場合に関しては全然使えると思います。てかね、これから使える可能性も全然あると思うよ。ただまあ一個だけ言うと、スキルがどうしても重いんですよね。13ターンっていうね、かなり重いスキルなんで、まあ、そこだけがデメリットかなって感じ。それ以外はかなり強いと思ってます、個人的に。はい、3階層ですね。ここもラファエル、火力出していきましょう。よいしょ。しっかりとマリエルのエンハンス打ってあげて削っていきます。まあ5属性だけちゃんと組んであげて14コンボですね。14コンボ組んでいきます。はい、ここもエンハンスいっぱい乗るんで、ああもうとんでもない、とんでもないですね。とんでもない、とんでもないで倒していきます。はい、続きまして4階層。いや、ここ回復5しかないの最悪だなこれ。まあいいや、とりあえず削りましょう。普通にいきます。どうせ水のあれが入ってるんで、水の属性吸収無効入ってるんで、今のうちまず一発削りましょう。おぶの。やっぱ指バッチの方がいいな。ちょっと今 HP に変えたんですけど、やっぱ安定しないね。はい、ただもうこれでまず13コンボ。いや、ラファエルの火力だけはマジでやばい。で、ここマリエルを打ちたいんですけど、あと1ターンか。まあ、いや、打っちゃおう。マリエル打って、回復6。ナイス。で、メニット打ちます。はい。エンハンスないよね、メニットって。オッケーオッケー。じゃあ、追い打ち含みながらの全力コンボ組んでいきます、ここで。はい、こんな感じかな。追い打ち含みながらの全力コンボ含む14コンボ組んでいきます。さあ、これで、ラファエルの火力がとんでもないことになってるんで、
いや倒していく、やばくねマジで。ラファエルとんでもないな。しかもガドベレーもあるからね、マジでバケモンっすね。ラファエル本当にやばいかもしれん。でここもひたすらぶん殴っていくんですけどさ、右は属性吸収無効、ナイス天才。多分余裕でぶっ倒していきましょう。いやマジえぐ、これラファエル本当にやばいじゃん。超強くね、ラファエルガチで。本当にこの火力マイターン出してきるの、多色パーティーなら本当アタッカーとしてやばいよな。はい、まずこれでしっかりとワンパンしていきます。当然のごとくワンパンんで、どうしよっかなこれ。光の全体だけ入れますか、一応。あ、ベイでいいや、ベイ入れよう。いや全体でいいや、全体入れます。あぶね。で、あとはこんな感じでコンボ組んでいきます。木消えてるよねこれ、あぶね。13コンボ14コンボ。さあこれでまたもう一回しっかりと削っていきます。ナイス、光だけど持ってけるのやばくね、ガチで。でラスト1蘇生ですね。 OK、 こっちか。ここちょっとスキルループしてないんですけど、さっき早く打っちゃったんでね、13もう無視しちゃって、このまままず削っていきます。はい、4色でリーダースキルは発動してくれるので、十分これでも突破ライン入ってると思うんだよね。16コンボ。光消えてなくてもどうだ、さすがにか、さすがに光欠損は痛いか。でそのまま16コンボで、まあ、とりあえず削っていきましょう。さあ続きまして真ん中ですね。ここはガドブレ入れるのが大事、指現象食らってるんで、ちゃんとパズル組み切っていきましょう。5秒なんでね、こんな感じで組み切ってあげて、しっかりガドブレ入れていきます。はい、そうすると真ん中に関してはねサクッと倒せるんで、ガドブレの火力でぶっ倒していきます。はい、ラファエルがいるんでね、こんな感じで一瞬で倒しきれます。ラファエルのガドブレもね、マリルのガドブレも全部刺さりますからね、もう最強。はい、で続きましてボス、まあ、とりあえずもう削っていくだけなんで、まずマリエル撃っちゃって、まあ、エンハループで削り続けていきましょう。いきます。まあ、こっからは本当にマリエルのターン、光が1セットしかなくても関係ないから。マリエルエンハンスのおかげで火力自体めっちゃ刺さるので、はい、15コンボですね。しかもちょっと地味にねラファエル体力キラーつけておいたんで、はい、これでしっかりと削っていきます。いやもうとんでもない火力マジで。でここも削っていきましょう。水が消えてないから水だけ消してあげて、はい、ダメージ無効スキル発動させながらの14コンボですね。さあこれでまたしても半分まで削っていきます。 OK、 さあこれで半分ですね。もう半分ってやばくない。でここでベリアル打ってあげて、じゃあもうラストパズルいきます。まあ、いくらちょっとナーフされたバージョンのねこのヘキサゼオンとはいえども、まあ、どのぐらいねこのキャラたちがやばいかっていうのはねこれで伝わったかなと思います。あのほんとね、ラファエルに関してはねめちゃめちゃ火力枠として強くなってるんで、まあ、ぜひ持ってる人はね少なくとも残しておいてあげることをお勧めします。まあ、使える使えない置いといてね、シンプルにキャラが強くなるのっていいことしかないですからね。はい、まあ、という感じで今日はラファエルをね実際に使ってみる動画でした。まあ、結論から言うと火力枠としてはバケモンになってる、マジで。毎ターンのように42億出せるし、光1コンボでも28億くらい出せるんで、かなりおもろいキャラになったと思います。今日はですねラファエルを実際に使ってみる動画でした。ということでチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。